で、まあ、スイちゃんの面接経験なんですけど、まあバイトぐらいだよね。あとはまあホロライブ入るとき、ヤグーと面接したぐらいよな。本日はお時間をいただきありがとうございます。スイちゃんね、面接って嫌いなんだよね。こういうこと言いたくない。お時間を取っていただきありがとうございます。それじゃあ自己 PR お願いします。記述式まずこの会社どこだよ。まあ、とりあえずじゃあカバーに来たっていう感じで打ってみるか。私は、VTuber という文化がとても好きです。特にキズナ愛ちゃんを初めて拝見した時は感銘を受けました。自分もあんな風に楽しいことをしてみたいと思ったことがきっかけで、個人で VTuber を始めました。個人 VTuber を続けていくうちに、どこかの事務所に所属してみたいなぁと思い始め、そんな時御社のオーディションが目に留まり、この度応募させていただいた次第でございます。あー、もういいよそういうおい、結構時間かけたよ。次、学生時代に力を入れたことは何ですか？学生時代に力を入れたことは何ですか？部活の方をね、頑張らせていただきました。後輩とかいじめてたんじゃない？待って、最悪すぎない？待って、皆さんに言わせていただきます。面接官が後輩とかいじめてたんじゃないのって言ってきたら、もうその面接官をぶん殴って帰りましょう絶対にその会社には入るんじゃありません。最悪すぎだろ。圧迫面接に耐えれる人こそが欲している。わざとこういう意地悪なことを言う人たちがいるじゃないですか。もういらないんですよそんなの。バカじゃないの？何後輩とかいじめてたって。そんなことは決してありません。お前を今からいじめてやろうか。友達は何人くらいいるの？まあまあまあ、友達100人できるかな。目指して100人作りました。大きく出たね。はい、ちなみにあなたは友達何人いるんですか？何人ですか？どうせ全員薄っぺらい表面上の付き合いなんだろうね。そうだと思うけど。お前は何人なんですか？言ってごらん。あなたを動物に例えると何ですか？スイちゃんは鶏肉が好きです。まああなた見た目もカラスのように汚らしいですしね。こお似合いですね。クソジジイ、こいつ眉毛むしり取ろうぜ。ここまでいろいろ聞いてきたけど本当にやる気あるの？最初はやる気がありましたけど、お前のせいでやる気がもうゼロになりました。ゼロ。そんな甘い考えじゃうちでは通用しないよ。はい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 、おじさんが言う言葉ナンバーワン。そんな甘い考えじゃうちでは、あのかっこ社会では通用しないよ。ほんとこの言葉嫌いなんだよね。切れる。御社の犬になります。ならねえよ。謝って誠意にする。何を謝るっつうねん。何も謝ることなんかないわ。うるせえ、ぶっ飛ばすぞ。なんて言えない。おお、だんまりですか。一度自分を見つめ直した方がいいですよ。その言葉そっくりそのままてめえに返してやるよ。てめえいつかしばく。面接結果は1週間から2週間の間にお伝えします。30秒後？早いな。就活サイトから不採用通知で1週間から2週間って話はどこ行ったんですか？もっと会社に尽くすアピールをしなくちゃダメだったのかもね。やだよ、こんな社畜のごとく。こんな会社に尽くしたくないよ。やだよ、圧迫面接で半分精神崩壊しよう。私は就活をやめた。そして YouTuber になった。 YouTuber になっとる。VTuber じゃなくて YouTuber になったんやってことは、カバーの面接で落ちて。カバーの面接こんなんじゃありませんよ皆さん。空想上のカバーの面接でこういうこと言われても、俺は VTuber なんかやめる、 YouTuber になるっつって、キズナ愛じゃねえ、ヒカキンを目指すんだっつって、圧迫面接受けてみた動画が反響を呼び、チャンネル登録者数は5兆人を突破した。それとまあ、いきさつは割愛するけど、私を不採用にした圧迫面接官が中身の VTuber。弊社の犬太郎と歌っていたコラボすることになった。おい、 VTuber してんじゃねえよこの野郎。 VTuber 事務所の社員が VTuber やってんじゃねえ。別のルートがあるみたいなんで。それじゃあ自己 PR お願いします。このクソ野郎が。ありのままの君が知りたいの？ありのままの私。もうちょっと罵倒しろってことですか、もしかして。クソ野郎が、このクソジジイが、てめえなんかもう、もう会社辞めちまえ、もう路上でさまよえ、バカ野郎。はい、